はいどうもライスゲームズのライスです。ではねやっていきましょうか。モンスターハンターライツ、キラリと輝く流れ星、バキーン、ジョキーン、きたー。さあ行くぞ。さあ今回はね両レースね、アイテムはまあ回復薬とか回復薬グレードとか持ってまあ行くと。リオレウスってやっぱまた強化されたりしてるのかな。まあ俺セカンド、サードからのいきなりここだからね。なんか昔あのモンスターハンターなんかクロスやったような記憶もないようなあったような忘れちゃったけど、チラッとやってなんかね友達がやろうっつってからなんか30分か1時間ぐらいでやめちゃった。なんか画面ちっちゃいわっつってから操作しづれえわっつってからやめた気がする。いや操作が全然違うとやりづらいよね。やっぱそのやっぱ持つ感じが全然違うもんな。プレステのコントローラーとかやったら、プレステ系のコントローラーやったらちょっとはやりやすいかな。うわリオレースかっこいい。出てきてないけど、来たね。別名リオチキンだけどね。あかっこいい、これいいやん。かっこいいかっこいい。リオレイじゃなくてリオレウスじゃなくてリオチキンだけどね。こいつはマジで最初の初代あのゆっくり動画で出したけど、まあ逃げる。しかも逃げ方が尋常じゃない。何分逃げるんねっていうぐらい逃げる。ぜひねあのゆっくりのねあの俺の最初の動画割と面白いと思うけ見て、うん、ぜひ見てほしい。あれはねちゃんと編集したから頑張ってね。よしこいつね、まあこいつは地下には行かないだろう。肉も食わんでいいし、回復応急薬をねここにセットしといてからのね。リオレースどんなやったかな。やっぱ攻撃力高いんかな。まあ防御力結構俺高めだからそんなに苦戦しないと思うんですよね。あの行動自体はあんまりリオレイヤーよりかは行動は弱いイメージ。だ攻撃力がクソ高いという。だって昔あのリオテオテスカトルというなんか変なクソなんか猫みたいな犬みたいなよくわからんやつ、あいつ攻撃力クソ高かったもんな。はいこんにちは、いっとすこい、よいしょい。とりあえずどうする、ご粒子ご粒子まずこれこれよいしょい。え踏んできたな。とりあえず最初はご粒子でいくか。あいいね、尻尾当たるのに飛ぶね、逃げるね。あこれダメ、よっしゃよし。あノーモーションで走ってくるのか。あ、マジで？あ、なんでそんな、うわおわしず岩尾ぐらい今、岩尾やってんの。うわおーって。あー、それは？うわっ、な、いやいや、わからんスタミナほとんど削られちゃって。あー、その尻尾ブンブンいいね。あー、え、反対尻尾、反対尻尾ブンブン。あ、それは炎ね。うん、炎じゃないんだ。あ、怒ったやつ、ごめん、すげえ食らった。うわ危ない危ない危ない、バックステップ火炎やばいな。やけど、うわお、うわすげえ強いこいつ。ごめんって、すごい強い、すごい強い、すごい強い、お前は強い、お前は強い、いやマジで強い、マジで強い、やばい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 、お前お前やばい、お前やばい、なんか背中、お前なんか、うん、背中、なんだ、大丈夫だった、大丈夫じゃない。回復の速度がやばい、なんだこいつ、尋常じゃない、尋常じゃない強さだ。リオレウス強っ、何こいつ、とんでもねえ、全然攻撃できてない、やば
ちょ、やばい、こいつやばい。さっきのやつとは雲泥の差やな、雲泥の差。やば、とんでもな、俺何されたんだ。なんか逃げ回って死んだだけなんやけど。俺マジでただのゴミ虫みたいな感じで死んだな。マジ強いんだけど、こんなに強いんだ。クソ、リュレイヤって、あ、リュレウスってこんな弱いイメージしかないんだけどな。すげえ飛ぶやん。俺も飛ぶか。ただ HP が多分ね、あんだけ飛ぶけ低めになってると思うんですよね。攻撃力も高いから、絶対低いはずなんだ。さあ来たぞ。まずこれ拾って。あ、逃げたか。これ取って、はい、あーすげえ逃げたな。これは、あ、どこにいるんだろう、あいつ。上か下か真ん中か、あ、わかんねえ、全然わかんねえ。はい、おった。あー、お前マジぶち殺すからな、お前。なんか食ってる。うわ、くそ。背景ちょっとかっこいいやん。こいつ何するかマジで分かんない。怒った時やべえんかな。怒った時は逃げるべきかな、むしろ。よいしょと。あ、これ振り向きざまの、振り向きざまの、振り向かない。怒ってんじゃね。足、倒れろバカ。あ、マジで。あ、そのブレスはやばい。壁はめじゃないか。ここやべ。地のリが相手にある。うわ、かっこいい。今こっちの方向向いてないのに炎打った。バカが。回復する、余裕でな。よし、さあ来い。お、いいね、その炎。よっしゃ、仮面。1、2、3。やっぱ行動が遅い。あ、このこれもあれなんだ、回避で避けれるんじゃ。いやいや、ブチュパープ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 マジ、こいつぶち切れてるじゃん。ドーン。これ着地、着地しないんだ。怒ったとこいつやべ。おっと、危ない。攻撃が異常。前の装備やったら絶対やられてるじゃん。うわ、なんそれか、めちゃくちゃかっこいいじゃん。よし、画面なし。あ、ごめん、一発。よし。ああ、あそこはタイミングをずらしてゆっくりな。あれだったら殴るべき。タイトプトパオプニモトプトプトプト。おいーイエス。あ、やばい、うー、やばい、回復しな、死ぬ。おっしゃ、よいしょー。やばい、あ、疲れてるこいつ。画面パツ投げたら十分やろ。なんか回復したらいいな。一回回復して、お供大活躍、ね、よしよし。あ、また怒ったかこいつ。よいしょ、追いかけましょう。いや、怒ってるわけじゃないか。あの走りは疲れてるな。いや、強えわ、めちゃくちゃ。早っ、移動早っ。閃光玉使った方がいいかな、ちゃんと。子宮用、子宮用残しておきたいんだよな。残しておきたいんだよ。まだ使いたくないんだよ。トゥーン。よっしゃ、画面。気絶が一回もないもんな。あ、来た。
尻尾攻撃か。よし、疲れてるやん。はい、どすこい。きた。あ、こいつ気絶しないんだ。く、疲れてるやん。これを決めて、よし。ただこいつね、結構ね、あ、動かない、あんまし動かないね。よし、どすこい。出てるかな。これもう1000ぐらい与えたい。怒っちゃったー、避けれなかったー。ここは見よう。うわっ、あ、ごめんごめんごめん。ここは見よう見よう見よう。見てタイミング。こいつの連続攻撃やばない。うわ、危な。見え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 。うわー、危ねえ。これいつ攻撃すればいいの。止まったときか。そんなことは知ってる。ダメ。あー、惜しい。ほのかほのかほのか。お、いいね。よいしょー。あ、あいつ疲れてる。うぇー、うるや100。まった。あ、あー、びっくりした。なんか、な、え、どうしたみたいな。え、な、え、こいつどうやって操るか。かっこいい、操るのが飛べるんやな。あー、これ顔面が違うんだよな。まあしょうがない。とりあえずダメージを与えよう。コモゴリ押し。あ、ゴリ押しダメかも。わからん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 。あ、怒ってる、超怒ってる、めっちゃ怒ってるやん。あ、ごめん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 。怖いぜ。よいしょよいしょ。62。なんか危ない、なんか、なんか危ない。よし、空中殺法はこっちも。あお、うわお、めっちゃ落とされたけど回復ができない。わかんねえ、わかんねえか回復しよう。あー、ダメだ、わかんねえわ、これはわかんねえわ。回復して、あ、やるみたいな。うわ、わかんねえ、わかんねえ、わかんねえ、何もわかんねえ。私のとっておき、お前が空中殺法、お前だけやと思うな。ああ、容赦しません。よし、もう一回ゴリ押しじゃ。直撃受けたがめちゃくちゃ食らったな今。どれぐらい食らったんやろ。しかも相手まだ弱ってないし、やべ、これ負けるかも。くー、マジか。はい、あ、はい、牛来いや。待って、俺ステータスどんなやったっけ。確か見えるよな、これか。防御力93、93でこれか。結構強いな。やっぱ200ぐらいするな、やばいんかな。なんか前回のさ、やつなんてクソ弱かったのにな。急に強くなったな。やば。お、いいね。あいつ分かってる。あいつ、動画関係分かってる。近くに来てくれた。ありがとうございます。怒ってる。仕方ねえな。これ負けるわけにはいかないから、さすがに。なんかいる。あ、なんかゴミいる、ゴミが。え、バカが、俺も参加するからな、お前。お前だけを狙っていく。お、なんか掴んでる。すげえ、すげえ、すげえ力。よし、お前だけを狙っていく。いいぞ。よし、行くぞ。なめんなよ、お前。強攻撃しない、しかしないからな、ね、俺。うるぅ、52。おい、こ、強攻撃連打だ。ええ連打や。どすこい、どすこい、ハイパーバーストドーン。あれ、なんか最後は、いけいけいけ、
とりあえず攻撃しろ。降りた瞬間攻撃や。ゲイ。あーしゃ。よいしょー、なんか知らんけど倒した。ごちゃごちゃめっちゃごちゃごちゃで死んだ。ごちゃごちゃで死んだな。あ、攻撃するの禁止。あ、攻撃するの禁止だぞ。あ、毒受けてるあいつ。あ、毒受けたらあんな感じなんだ。10ってなるの。急に死んだな。しかしこいつどうしたお前、どうしたお前。俺を2回も殺しやがってよ。なかなか強かったぞこのドアップね。もう食われちゃった。空洞見えるぐらい食われちゃったよ。この空洞よ。いや、強かったな、こいつ、マジで。マジで強かったわ。でも、俺の予想通り、HP が低かったから、クソダコのおかげで、モンスター同士でね、戦わせられたから、一気にダメージが入ったな。57とかで、まあ、ハンマー適当にぶん回してたから、多分こいつ、逃げた時点ったら多分 HP が1000ぐらいしかなかったんやろな。オッケー、持っとんよ。ああ、剥ぎ取りのあれか。これ剥ぎ取ったっけ。剥ぎ取ったよね剥ぎ取りすら忘れるという。いやー、強かった、マジで。ほんと、なんだこのドリル。ドリルかと思ったら失敗やった。これ完全にドリルやん。もう遠くから見たらドリルやん。うわー、今回のしょっぱめっちゃ強かったのにな。いや、強かったなぁ、マジで。こいつはもう戦いたくない。てか、怒ったら逃げる。怒りやすいから、まあ、怒ったらすぐ逃げて、まあ、ちょっと冷めたら攻撃する。っていうのがやっぱ、あれやな。攻略法っぽいな。もう、怒ったらやばい。あいつはやばいっす。回復薬もだいぶ持っていかれたわ。いや、強かったわ。めっちゃ強かったわ。こんなに強いと思えたわ。ということで、今回は、リオレイスは、終わりと。いやー、強かったな、マジで。本当に強かったわ。ほんとよかった。で、次回は、通常のメインのやつがもう終わって、あ、次ね、2頭ね。2頭系の、このフルフルと一層、ね、一層。磯ネミクニをね、倒さんかなと思います。こういう2体のやつが3体3つね。よし、もうガンガン取るか、実況ね。